イテム番号 SCP-718-JP。オブジェクトクラスユークリッド、特別収容プロトコル SCP-718-JP は、プロトコル、ドジェフスクヒ、により、うなぎより土壌に投擲物を置き換え、土壌飛ばし、としました。SCP-718-JP 自体は発見区域においてはほぼ無力化されていると見られますが、SCP-718-JP には現在も、体存在しており、財団によって確保されています。SCP-718-JP には、標準人型オブジェクト管理プロトコルにより管理されています。新たな SCP-718-JP2 が発見された場合、その健康上に問題が起こり得ないと判断された時に限り、Cクラス以上の記憶処理を行い治療してください。また、現在も周辺地域にて SCP-718-JP が執り行われている可能性は否めないため、同区域への監視を徹底してください。回収されている、及び回収されたすべての SCP-718-JP、1はサイト、8117の特異性影響物保管ロッカーへ保管してください。地球外に存在する SCP-718-JP、1に対する処理は現在検討中です。説明。SCP-718-JP は、主に山形県、市を中心に、東北地方のごく一部地域で年始に執り行われている祭事の一種、うなぎ飛ばし、です。SCP-718-JP は、20代から30代を中心とした年齢層の男性によって儀式が進められます。男性らはふんどし1枚になった姿で海際へと集まり、海へと突進します。掛け声を上げながら全身へ水を浴び、その後、用意されたうなぎを海上へ向けて投擲し、その飛距離を競うことで、その年における一番の年男を決定します。SCP-718-JP がいつその維持要請を獲得したかは全く不明であり、加えて祭事そのものの発祥、起こりが何であるのかもわかっていませんが、最初にその維持要請が発覚したのは、NASA における人工衛星の破損事案であると見られています。2000年1月3日、NASA において利用されていた、一般に開き示されていない秘匿衛星の破損事故が発生。全く由来のわからない不明な破損により、財団へ調査の依頼が入りました。財団が、により衛星を回収し、原因を直接調査したところ、内部を超高速の物体が貫通したことによる破損が原因、と判明。同衛星軌道上に対して地球から発射された何らかの物体がその要因である、と結論付けられました。さらなる調査により、同日、山形県、市、海岸より何らかの物体が超高速で射出されていた事実が明らかとなり、衛星内部に残留していた粘性の液体より検出された無菌と、SCP-718-JP に使用されていた日本ウナギ、アンジラジャポニカの分泌する粘液から採取された無菌とが同一種のものであると判明したため、同祭事が SCP-718-JP であると決定づけられました。この際、投擲に用いられたウナギを SCP-718-JP-1 とします。SCP-718-JP-1 は、投擲時に猛烈な加速が生じるにもかかわらず、本来 SCP-718-JP-1、うなぎ、が持つ質量分の物体が投擲された際と同様のエネルギーしか発散しません。このため、投擲者に対しての影響はなく、仮に何かしらの物体へ衝突しても大抵の場合そこで停止します。しかし、一度地球大気圏外に脱出すると、投擲時に SCP-718-JP-1 が取得した運動エネルギーを、進行上に存在する物体に対しそのまま伝達することが判明しています。SCP-718-JP により投げられた中でわかっている内、木製の衛星であるガニメデに突き刺さっていると見られるウナギ、以後、SCP-718-JP-1 と表記。および金星に突き刺さっていると思われる SCP-718-JP-1 が体あります。SCP-718-JP-1 は、投擲されたその瞬間からその形状を直線的に変化させ、多量の粘液を放出するようになります。加えて一切の外的損傷や阻害を受け付けず、劣化や腐敗を生じなくなるため、宇宙空間においても複数の SCP-718-JP-1 が存在していると見られますが、その回収にかかるコストや、現在も維持し続けていると見られる速度3から鑑みるに、これらに対する回収作業は目処が立たないままです。なお、回収された SCP-718-JP-1 を検査した結果、生物学的には完全に死亡していることが判明しています。
SCP-718-JP は、参加した人間に対し、SCP-718-JP-1 を投擲する瞬間にその余力を急激かつ爆発的に上昇させる能力を付与します。これによる人体への影響は投擲時を除き一説なく、恒久的な変化も起こしませんが、最も落ち方に投擲したとみられる人間に、投擲された SCP-718-JP-1 周辺を常に観察可能な視野を獲得する極めて局所的な遠隔透視能力を付与します。これらのの選定基準、及び何が投擲者を最も遠くに投げた人間と判断するかは不明ですが、この能力を得た者を SCP-718-JP-2 とします。この透視能力により、SCP-718-JP-2 が何らかの害を受けたとの報告は今のところ報告されていません。この能力は C クラス以上の記憶処理によって治療が可能ですが、高齢者に対して C クラス以上の記憶処理は推奨されていないため、平均70代以上の体の弱い、あるいは疾病や衰弱等により死期が近いとみられる SCP-718-JP-2 のみを収容しています。財団では、1900年から2000年に至るまでに SCP-718-JP-2 となったものを確保し、治療しています。そのうち高齢であるために記憶処理対象外に当たる1名へインタビューを行いました。記録は以下の通りです。SCP-718-JP-2 へのインタビュー記録。記録日時、20年、月、日。対象、SCP-718-JP-2。インタビュアー、田辺博士、対象都道地方出身。中、対象者の方言による訛りが強いため、適宜書き換えて表記しています。田辺博士。それでは、これからインタビューを行います。よろしいですか？ SCP-718-JP-2。大丈夫だ。田辺博士。ではお聞きしていきましょう。SCP-718-JP、あなた方の住む地域で行われているあのうなぎ飛ばし。これは一体いつから行われていたのですか？ SCP-718-JP-2。さあ、自分も物心ついた頃からやってたんで、起こりとかまで詳しくは知らんね。田辺博士。なるほど。あなたの生まれた頃からずっと？ SCP-718-JP-2。そうだ。俺のじい様のじい様の、そのまたじい様くらいからはやってるんじゃねえかな。少なくとも、100年くらい前までの資料なら役場にあったはずだ。田辺博士。ふむ。あの祭りには一体どういう意味が？ SCP-718-JP-2。そこいらの祭りと変わらんよ。一年の無病息災を祈願しながら、ついでに今年一年の年男を決めちまう。俺がこうなった時は割と当たり前だったな。一番すごかった奴には、うなぎの幻が見えるってよ。田辺博士。なるほど。祭事の始まりについての伝承をお聞きしたことなどは？ SCP-718-JP-2。ほとんどない。ただ、じい様から、随分昔からうなぎは投げるもんだ。って聞いたことならある。だからうちでも投げてたわけだ。田辺博士。わはぁ、では、あなたが投げた当初はどのような風に？ SCP-718-JP-2。あんまり覚えとらんが、面白かったぞ。周り中皆が信じられん勢いでうなぎを投げるんだ。海面を石ころみたいに跳ねたり、時々真上に飛んでって砂浜にまた突き刺さったりとかな。投げた後に戻ってきたもんは、良くないもんの象徴ってんで海に返してた。あとは、だいたい空の彼方にぶっ飛んでって見えなくなる。俺なんかすっ転んじまって、その拍子に真上にぶん投げちまった。もう周り自由から大笑いされてな。田辺博士。なるほど。そして、あなたには投げたうなぎの像が見えていると？ SCP-718-JP-2。そうだ。その日の夜くらいから急に見え始めたかな。最初はビビったもんだが、今はそうでもない。それに、今も見えてるからな。真っ暗な中を、うなぎが飛んでる。これが見え始めてもう50年くらいか。視界のどこにでもやれるんだが、ずっと見えてっから迷惑っちゃ迷惑だ。田辺博士。そうなのですか。SCP-718-JP-2。まあ、慣れると割と面白いもんだ。真っ暗な闇の中をまっすぐに、くるくる回りながら飛び続けてるうなぎの絵面ってのはな。田辺博士。なるほど。わかりました。インタビューを終了します。ありがとうございました。ログ終了。